エコノミーニュースおはようございますクリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋クリエイターエコノミーニュースへようこそパーソナリティのカグアですコハルリッですいやー驚きましたね突然のビッグニュースが舞い込んできましたさあ週末ですので早速音声メディア関連ニュースまとめいきましょうまずはホットトピック2024年8月1日日経新聞の記事です 吉本工業、音声配信アプリのスタンド FM を買収。お笑いでシナジー。株式会社スタンド FM がその音声配信アプリであるスタンド FM を吉本興業グループ傘下の子会社ファニーに事業譲渡を発表したんですね日経新聞の見出しとしましては「買収」とありますが公式のプレスリリースには「まあ、買収」と書かれておらずスタンド FM 側は「事業譲渡」そして「買収」と書かれておらず。 ファニー側は事業譲り受けというような表現で書かれています。実際、ファニーは吉本工業のチケットの販売、デジタル関連を担っている会社なんですが、まあ会員数は300万人を誇ると。そして一方でスタンド FM は、まあアプリのダウンロード数こそ100万を超えるとは言いつつも、おそらくアクティブユーザーとしては、まあ10万とか20万とか2桁万の単位だと思うんですね。 まあそういう意味では、まあホワイトナイト、好意的な、まあ買収、譲り受けというところが実質なんじゃないかなというふうに私は見ています。では記事から引用します。スタンド FM は8月1日付で会社を分割し、ファニーは社名と同じ名前の音声配信サービスのスタンド FM を買収した。買収金額は非公開。ファニーはチケット販売やオンライン動画配信など、ファニーブランドで統一しているが、 スタンド FM のサービス名の変更は現時点では検討していないという、だそうです。今回の日経の記事では、他の数字も公開されていまして、例えば、スタンド FM の配信者数が累計14万以上ですとか、ダウンロードが200万件以上といった数字ですね。そして合わせて、スタンド FM の共同代表の一人、中川綾太郎さんもご本人のノートで、今回のいきさつについて細かく書かれています。 そこにはですね、一応ご本人も、まあ、買収という言葉は一応使ってます。ですからまあ、株式、会社を分割して、分割した方のそのスタンド FM の株式を、まあ譲、上渡売り渡したということなんでしょうね。ですので、これまで音声配信アプリのスタンド FM を運営していた方々は、分社化した方の、今度は AI を事業とする、スタンドテクノロジーズという会社の方でメインに働かれるそうです。これまで、 優しいインターネットということでフォロワー数を表示しないなどなど本当に温かい場を私たちに提供してくださりありがとうございました。中川さん、河井さん、かじちゃん、しろしさん、皆さんありがとうございました。運営としてはまるっきり離れたわけではないということもその記事に書かれていますのでぜひ皆さん興味ある方は無料のニュースレッターの方にすべてリンクは載せてありますのでご覧ください。そして無料のニュースレッターの後半にはですね いつものリンクに加えて今回スタンド FM の事業譲渡について配信をされている考察をされている関連のニュース記事などを30個以上のリンクをつけておきましたもしかしたらあなたの配信もリンクがあるかもしれませんぜひ無料のニュースレター登録をお願いしますそして8月4日本日夜9時にですね公開ライブを行いたいと思います ライブのアーカイブは有料にするつもりですが、ライブの方は無料で収録いたしますので、ぜひお時間合う方は聞きに来てみてください。いやー、本当にスタイフの皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。そしてこれからは株式会社ファニーがスタンド FM を運営することになります。社長のヤン・ホンイエさん、ヤンさん率いるスタンド FM シーズン2ということですね。どうぞよろしくお願いします。そして スタイフ大好きな方、スタイフファンの皆さんは、この1ヶ月ですね。8月、この1ヶ月にどんどんお問い合わせフォームから意見を送りましょう。スタンド FM をこうしてほしい。こうしてほしくない。もしくは、ファニーにとってこういうメリットがありますよ。といった改善要望をどんどん出しましょう。おそらくなんですが、吉本ほどの大きな会社ですと、ユーザーの声を集めて、そしてまあおそらく3ヶ月以内に、 今後の立て付けを考えていろんな方々にプレゼンをして承諾を取ると。そして3ヶ月システム回収をしておそらく新年度4月から何かしらドーンとリニューアルするというような流れが考えられます。ですので、草案を作るときに皆さんの声がないと意見を反映しようがありません。ですので、声を上げるのはこの1ヶ月が勝負です。皆さんが期待する通りのスタンド FM シーズン2になるか もしくは全く違う形になってしまうのかはこの1か月間で方向性が決まっていくと私は見ています私も当然意見を送りますけどもスタンド AFM 好きの皆さんぜひこの機会に声を送りましょうでは戦略テック関連いきましょうまずはこちら2024年7月29日オーディオスタートニュースの記事です スポティファイが広告チームを対象に世界で40人の人員削減を計画オーディオスタートニュースさんが海外ニュースの記事を翻訳して公開してくれていますスポティファイの公式発表ではないんですけども、まあ、海外メディアがね報じているということらしいんですよねいやーだから広告販売のチームを縮小するというのはこれこれもね今回のスタンド FM の件と実は無縁じゃないなと思うんですよね 要は、その、これまで、YouTube とか Spotify とか、多くのメディアが、広告を中心にして、まあ、コンテンツを見に来た人に、広告を配信して、クリエイターに還元したり、自分たちに留保したりというようなビジネスが回っていたわけですけども、まあ、一つの、潮目の変化かなと思うんですよね。広告のチームを減らすということは、それ以外での収益の方にリソースを配分するとも捉えられますよね。 実際、スタンド FM でも音声広告が流れた時期がありました。しかし、それ以降は流れてないじゃないですか。ですから、そのコンテンツで呼び寄せて広告で収益を出していくというモデル自体が、今、実は見直しの時期に来てるんじゃないかなということを、やはり王者、Spotify でも思わせられるトピックと感じましたので、トップに取り上げてみました。皆さんはどう思いますかさあ、どんどん行きましょう。 そんな Spotify ですけども、CEO のダニエル・エックさん。彼がですね、さらなる高価格プランの導入を検討しているということらしいです。まあ Spotify、現状ですと Apple や Amazon がやっているようなハイレゾ、まあ高音質配信というものをやっていません。ですからまあ、そのあたりを高価格プランでやっていくのかなと考えれば腹落ちしますし、あとはやっぱり有料会員でビジネスを回していくと。 いうことをより強化していくという流れにも合致しているので、まあ近いうちに導入されるんでしょうね。そして高音質になれば嬉しいという人は多いと思いますので、今後に注目ですね。ボイシーなんですが、えー、ボイシー友の会、尾形さん率いるボイシーを良くしていこうという有料会員の番組ですけども、こちら交流会が8月9日に会員限定であるそうです。 なお、ボイシーについては、毎月私の方で新設された番組数を報告していました。しかし、今月ですね、今までですと、ある特定の連番で番組が解説されていたんですが、かなり広範囲なランダムと思われる番号での番組を発見しました。ですので、さすがにちょっともう追い切れないな、ということで、えー、正確性を意識してはいけませんので、今月からもう ボイシーの新設チャンネルの数は追わないようにいたします。一方で、ボイシーもコンテンツでいかに収益化していくかというところの節目には来ているのは一緒ですので、動きには注目していきたいと思います。ラジオトークは夏祭りのイベントです。あと今週はですね、アマゾンがいくつかリリースがありました。例えば、アマゾン参加の Twitch というライブ配信プラットフォーム。 これがですね、10年間ほぼ利益なしという報道がされました。いや、あのアマゾンでさえ利益ほとんど出ないんだと。いや、だから本当、スタイフの今回の件でもないですけど、メディア運営って本当難しいなって改めて思いますよね。そんなアマゾンはエコーショーというアレクサデバイスの新機種を発表しました。そしてさらには、スマート音声スピーカー、これのコラボということで、住宅メーカーと 合同セミナーを行ううとということですねただこのアレクサ事業も利益を出してないという報道も一部ありましたのでアマゾンでさえもおそらく苦戦してるんだろうなというのは伺えますがそれでもさすがアマゾンこういう動きをしてくるのはうん体力あるなという感じですよねではその他プラットフォームです、えー、国内唯一 黒字化している音声ププラットフォームプームスンですけども今週はですねエフェクト表示時間が2倍になるプレゼントそれからリスナー対象の DJ 応援イベントなどなどですね、はい、夏祭りもやられるということですねですからまあ音声に限らずそのメディア全般そのコンテンツとかアーカイブで引き寄せる値段するんではなくてやっぱり体験が鍵になるんでしょうねポッドキャストプラットフォームリッスンえこちらですね 障害があったようで、検索エンジンが使えなくなっていた時間があったようです。現状では回復しております。オーディオブック JP がコインプレゼントのキャンペーンをやってますね。直近の運営としてはなんかオーディブルっぽい動きになっちゃってるので。うん。DNA のライブアプリボイスポコチャ。今週はイベントでキャラクターフードコレクションというのを開始しています。ライブアプリは元気ですね。 ハッシュタグクリエコではコンテンツコラム関連いきましょうまずはこちら2024年7月26日 AU 公式プレスリリースです AU スマートパスプレミアムで人気声優ポッドキャストの振り返り番組を配信 AU スマートパスこちらですねまあ、ドコモや AU などユーザーさんの囲い込みとして一定料金サブスクでまあ、アプリが使い放題とか そういうサービスを提供していますが、このスマートパスプレミアムも音楽、漫画、映像などのサブスクの一つです。で、その中に人気声優の青山、吉野さんの番組を配信するということですね。こちら、まあ、ポッドキャストということが書かれているんですけども、限定配信だと、あのね、ポッドキャストと言えるんだろうかっていう突っ込みはあるんですけども、音声配信もね、そういう特典コンテンツになるというところでは、 au もいよいよ動き出したんだなという意味でトップに取り上げました。東京 FM の音声アプリのオーディこちらの方でもね、えー、本当はポッドキャストなんですけども、オーディ限定配信で番組を始めるとか、徐々に特定アプリ限定の配信ポッドキャスト増えてきましたよね。ただ本当にいつも思うんですけど、あの、限定配信の場合、ポッドキャストと呼んでいいんだろうかというのはいつも疑問に思いますが、皆さんいかがでしょうか。 では、どんどん行きましょう。人気ポッドキャスト番組、チャポンと行こうを運営する北欧クラスの道具店という会社があります、えー。北欧関連の雑貨を売っている超有名、超人気ブランドです。こちらがですね、ポッドキャストの主題歌を発表しました。まあ、昨今ですね、AI で音楽が簡単に作れてしまう時代ですので、まあ、大御所としてはね、 ファンメイドで作ってもらうのもいいんでしょうけども、やっぱり公式にね、ここは出すかというところなんでしょうか。ただメディア運営は、この北欧クラスの道具店さんは本当お上手で、ファンを着実に増やしていますよね。あの、興味ある方はぜひいろんなところでビジネス関連のそういった記事出てますので、ぜひチェックしてください。メディア運営が難しいと言われていく中では、ね、古典ラジオさんとか、野村隆文さんのクロニクルとか、北欧クラスの道具店さんとか、 各ブランドが今ものすごく元気だなと。コンテンツを持っていて、かつそれをビジネス展開していくところが、のうまいところが、ほんと元気だなと。でもそれは音声というつながりが強いメディアのファンを抱えてるから、だからだと思うんですけども、でもそれをちゃんと掛け算で増やしていく、そういうのがうまいところが、ほんと元気だなという感じがするトピックですよね。それから今週もポッドキャストいろいろと立ち上がっています。 映画、ブルーピリオド公開記念のポッドキャスト。うん、アニメ番組とね、えー、ポッドキャスト本当相性いいですよね。ナイチンゲールダンスとカンナギマロのポッドキャスト番組、ヤスマロティンがスタートなどなど、えー、今週もたくさん配信が始まっています。ぜひ興味ある方は無料のニュースレターで紹介しているリンクチェックしてみてください。オーディオコンテンツなんですけども、はい。いやー、VTuber 関連来ましたね。ジ、えー、次ン次というプロダクション、ブランド。 ご存知でしょうかもう超人気 VTuber 集団でして、えー、そこのですねダイエットボイス逃亡ボイスタイトルだけ聞く,聞くとよくわからないんですけどもファンには嬉しいボイスなんでしょうね、えー、そちら公式サイトの方でボイスを販売とでもねこれほんと結構いい値段するんですよねただまあもちろん2次三次のスターたちが惜しげもなくボイスを提供してますのでファンの人には嬉しいボイスとなっています いやー、だから伸びてるところは本当伸びてるんですよね。うん。あとはオーディブルで中谷美紀さん、女優の中谷美紀さん、ご自身のエッセイをご自身で朗読するという配信、行われています。そうそう、あのやっぱりご本人さんがね、読むのが一番いいですよね。やっぱりプロのナレーターの方といっても、本当ね、朗読ってね、難しいんだそうですよ。うん。 だって、それはご本人さんにニュアンスとか聞かないと、なんか自信を持って喋れないですもんね。そう。だから、意外とね、まあ、割に合わないというと言葉変なんですけど、そう。難しい仕事の一つとして、朗読というのは言われている方結構いらっしゃるので、そういう意味でやっぱりご本人さんがね、読むのがね、一番ファンにとっても、はい、業界にとってもいいことなんじゃないかなと思いますので、今後増えるといいですね。うん。あとは、マーベルのね、オリジナルポッドキャスト、また、 新たなシリーズが始まってますね。いやー、だから、本当オーディオコンテンツ、オーディブル、ポッドキャスト、スポティファイ。で、ライブ配信、どれだっていうところで、うん、ライブ配信が今、群雄割拠というのが多分今なんじゃないかなと思うんですよね。どのプラットフォームでライブをするか、クリエイターやアーティスト、タレントの皆さんは、なかなか悩ましい日々が続きそうですね。 制作ガジェット周りなんですけども、はい。NTT ソナリティの、はい、耳の近くにスピーカーが来るヘッドホン。こちら各所でレビューが上がってますね。まあ結構いい値段するので、音質はいいと思うんですけども、ガジェット好きな方はチェックしてください。そして制作周りでは今週新たなニュースがあります。オーディオブック JP のオートバンクさん。はい、こちらがですね、 高音質音声コンテンツ制作スタジオオトバンク指導ということでプレスリリースを発表しました。いやーおめでとうございます。そうそう、これまでもね、もともと音声コンテンツ自前でたくさん作っていたんですけども、もう制作ブランドとして一つ立ち上げましたということを正式にリリースされていました。いやーだから、これも一つの象徴的な動きだと思うんですよね。オーディオブック JP というプラットフォーム運営もやるけども、 制作にも軸を置くんだということでまあオーディブルのね競争激化も無関係ではないと思うんですけどもどちらの方がより収益性が高いかというところをいろいろと試行錯誤されているんでしょうねいろんなトピックが本当つながりますねでは音声広告データ著作権 AI その他もろもろいきましょうまずはこちら 二千二十四年七月三十一日、国内大手投資会社ジャフコ公式リリースです。コンテンツ業界の起業家が知っておくべき競争環境ジャフコ投資調査レポート。ジャフコという日本の代表的なベンチャーキャピタルがあります。日本の it 業界に、まあ、さまざまな投資をしている会社で、有名企業にも多く投資をしています。そこがですね、日本の。 コンテンツ産業に関する調査レポートを無料で公開してくれていますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。まあ、上場している会社のことが多いんですけども、もしくは現状はちょっとまた変わっているところもあるんですけども、全体俯瞰をするという意味では、ああ、コンテンツプラットフォームのビジネスってこうなってるんだなということがすごくわかりやすい。そして整理されている投資家の方がね、判断しやすいような整理された情報になってるなと。 いう印象ですので、ぜひチェックしてみてください。では、どんどん行きましょう。音声広告周りは、今週は特にトピックはないんですが、オトなるの八木さん。今回のスタンド FM の発表に対して、ツイートを1個だけしてるんですね。で、記事のリンクをツイートしてるだけなんですけども、ただ、記事タイトルの一番最後に絵文字で、驚いている笑顔っていう絵文字をつけてるんですよ。<laughs> これ、 どういうことかだってつい深読みしちゃうんですけど、どう思われます <laughs> これ深読みをすると、憶測ですけど、深読みをすると、え、俺知らなかったけど、みたいな <laughs>。いう感じですよね。でも、仮にこれ知らされてないとすると、結構問題は問題ですよね。なぜかというと、スタンド FM と音声広告で事業提携をしました。それはかつて発表しました。ただ、そんなスタンド FM が吉本という傘下に入る。 そうすると、吉本以外のね、広告出しづらくなるじゃないですか。ただもちろん、現状ファニーというプラットフォームも、吉本以外のチケットとかの販売もしていたりとか、当然、それ専門になっていくわけではない。 でしょうけども、ただやっぱりスポンサーの気持ちとしては出しづらくなるなっていうのはあると思うんですよね。そういう意味では、うん、相談をしていたら、こういう絵文字がつくのかなとか、いろいろなんか邪推しちゃいますよね、えー。どういう、どうなってる、でも、まあ本当のところは分かんないだろうな。はい。というツイートがありましたので、ニュースレターの方にはリンクを出しておきます。えー、データ周りなんですけども、 シンガポールの調査データで、ポッドキャストリスナーの28%が教育コンテンツを聴取ということで、海外でもやっぱり学び系は人気なんですね。うん。あとは、アメリカの10代がどんな SNS プラットフォームに時間を割いているのかというチャートも X で流れてましたね。いやー、やっぱり TikTok、なかなか強いですね。 そして全般やっぱり動画だなという感じですね。アメリカでさえも音声プラットフォームはそのグラフの中には、はい、大きなシェアはなかったですね。うん。いやだからその日本の音声配信も、そのコロナの時のクラブハウスのブーム、それからデジタルインファクトさんの出した調査の音声市場420億円という2つのトピックで盛り上がりましたけども、まあ今回一つの節目を迎えたなと。 いう感じですね。AI 周りなんですが、文化庁が AI 著作権チェックリストガイダンスを公開しました。これ何かというと、AI で、まあ、いろんなものを今生成できるじゃないですか。だけどもそれは著作権のチェックをしてるわけではないんですよ。ですから結果として何かに似てるような作品ができることがあり得るわけですね。そうした時のチェックリスト、 文化庁がまとめてくれたということですね。これね、おすすめですね。あの、企業のブランドを守る方は必ず読みましょう。もちろんですね、著作権的に OK だからといっても、やっぱり、モラルとして NG っていうことも当然ありますよね。あの、記憶に新しいのは、ほら、日本の東京オリンピックのロゴの、ほら、ね、マーク。あれもね、何かのインスパイアだと言ってしまえばそれまでなんですけども、まあ、炎上しましたよね。 ですから、著作権法律的に OK だとしても、モラル的にどうなんだっていうところも含めた、含めたチェックになりますので、この著作権チェックリストだけでもおそらくは足りないと思いますので、逆に言えば、これは最低限知っておくべきリストだと思いますので、担当者の方はチェックしましょう。あとはメディア関連で言いますと、読売新聞にアクセスすると詐欺広告が出ると、 ユうトピックが話題になっていました。これね、あの、セキュリティ関連の方も X で投稿されていて、結構余裕しき問題だと思うんですよね。でも、メディアがそういう無理くりをして、アクセスを稼ぐ、もしくは広告を稼ぐ、というのが、やっぱりね、もうなんか、歪みを迎え始めてるな、という気がしますよね。ですから、このクリエイターエコノミーニュースでも、ニュースのカテゴライズ、分類などは、今後、 試行錯誤をしながら徐々に見直していこうとは思います。これまでクリエイターエコノミーというのはプラットフォームの広告収益、そして企業から直接の企業案件、そしてファンからの直接の直接課金という3つの3本柱でクリエイターエコノミーを語ってきました。ただそれもですね、今回のトピックでやっぱりもう見直さなきゃいけないなという気がしています。ですので、この番組も常に 進化を続けていきますのでどうぞ今後ともよろしくお願いしますゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディアクリエイターエコノミーニュースではカグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さばられたものをお届けしています定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報発信をしています是非フォロー登録よろしくお願いします そんな天気を迎えたスタンド FM がありつつも、また私新しいマイクを買いました。音声配信はね、はい続けていきますんで皆さんご安心ください。いやーでも音声は本当ねいいですよね、うん。ですからまあスタンド FM さんがどう変わっていこうと音声という媒体はなくなりませんし、まあ少なくともポッドキャストという技術自体はなくなることはないと思いますので、えー、皆さん今後ともよろしくお願いします。 まだまだ暑い日が続きますが皆さん体調には気をつけて素敵な週末をお過ごしください次回もこの部屋でお待ちしておりますではではバイバイ,バイ,バイ